開封していきたいと思います。考えてて、箱もさっきも何もハサミとかカッターとかなくて開けられるようになってて、こういうとこもちゃんとしてんですよ。これもね、よくね開封動画とかでここにカッターでピーってやったりとかするでしょ。アップルはそういうことしなくてもいいんです。ここでプッシュ、これで開く。ええなあ、Mac 本体 M1Mac です。で、これ説明書とかですね。あれ、なんかシール今回入ってないとかいう噂を聞いてたけど、白じゃなくてシルバーのステッカーが入ってるんですね。で、もうシンプル充電アダプターと USB-C ケーブル、充電ケーブルです。もうこれだけかな。シンプルだね。じゃあ以上で開封は終わりたいと思います。かっこええの。はい、どうも皆さん、おはようございます。クーピーです。今日はちょっと一足出遅れたんですけど、 M1Mac 2台来ました。こいつとこいつが M1Mac で MacBook Pro で、両方カスタマイズモデルの 16GB メモリーと 1TB の SSD になってます。これがいろいろ今後パワー比べとかもしていくであろう、2020年の要は現行のインテル MacBook Pro、 これが2019年モデルのインテルMacBook Pro、 何インチだっけこれ。16です。16インチ、ズバッと、まあ、まだ他にも多分あるんですけど、今回は先日 Twitter でも聞かれたり、まあ、直接自分の仲いい人にも教えてほしいとか結構言われたり、 Mac そこそこ使ってる割には知らなかったりする人も多いような、せっかく開封した直後なので、 Mac の本当に一番最初の設定方法、自分ならこうするというような設定、初期設定の方法なんかを軽くご紹介したいなと思います。はい、ということで、今本当の最初の初起動の時からの Mac が指示してくる最初の初期設定を順番通り終わらせた後、起動した状態でプラス画面収録を、まあ、ちゃんとするために1本だけソフトをちょっと先に仕込んでおきました。そこだけです。ではここから本当に一番最初、自分がこうやっておけば便利に使えるかなというような本当に最低限の初期設定ご紹介したいかなと思います。ではですね、まず本来昔の Mac ってここにハードディスクのアイコンが出てたんですね。で、やっぱりそれに慣れてるっていうのもあり、すぐダブルクリックで階層を開けるというところもあるので、ここにハードディスクのアイコンを出したいと思います。まずファインダー、これアップルいつの時代からかデスクトップのことをファインダーっていうふうに呼ぶようになって、厳密に言うとこれはファインダーというアプリが起動してるみたいな感じなんですけど、じゃあここから環境設定を呼び出して、ファインダーの環境設定ですね、呼び出し、一般からハードディスクをチェック入れます。そうするとここにハードディスクが出てきますので、ここをダブルクリックするとこんな感じですぐに中にアクセスができるようになって便利かなと思います。
プラスここに、外部ハードディスク CD、DVD および iPod って書いてますけど、USB メモリーとか、外付けのハードディスク、SSD なんかを接続した時に、ここにチェックが入ってる、これデフォルトでチェック入ってるんですけど、これをチェック入ってるとここに USB メモリーとかハードディスクとか SSD が表示されます。で、接続中のサーバーっていうのは同じ Wi-Fi LAN ネットワークの中にある他の Mac なんかをファイル共有とかしていると、ここに接続した Mac のアイコンが出てきます。これはお好みで。で、次ですね、これ開いた時に、サイドバーと言ってこの部分ですね、に何を表示させるのかという設定をここで行います。最近の項目ここね、いろいろ並んでるとすごく乱雑に見えるんで、最近の項目いりません。エアドロップ使う人はチェック入れておくといいかなと思うんですけど、使わない人は外しちゃって大丈夫です。アプリケーション、デスクトップ、書類ダウンロード、ムービー、ミュージック、ピクチャー、 iCloud ドライブとかいらないんで、ハードディスク、外部ディスク、クラウドストレージもいらないですね。ボンジュールもいらない。接続中のサーバーは残しておきます。こんな感じですかね。これでだいぶすっきりしました。で、これ自分の好みで順番も並び変えられます。好きなように並べ替えてみてください。次に開いたフォルダがアイコンの表示で並ぶ表示方法がデフォルトなんですけど、ここを、これはもう Mac 特有の、まあ、Windows にもなんかフリーウェアとかでなんかそういう風に見せるソフトみたいなのがあったような気がするんですけど、カラム表示、これにしておくとかなり便利です。というのも、こうやって階層を順番に手繰っていけるんですけど、例えばフォルダからフォルダに移したいとき、ちょっとやってみましょうか。新規フォルダ1、新規フォルダ2で、何かテキストを、なんかテキストを入れておきましょうか。これ1に。で、フォルダ2にテキスト2、はい、まあ、こんな感じでフォルダがあったとします。カラム表示にしておくと、本来なら1のこのテキストファイルを、このファイルですね、を2に持っていきたいとき、2個表示してこれをこういうふうに移動する、フォルダを2個開いておかなきゃいけない、手間がかかるんですけど、このカラム表示にしておくと、こっから直接ここにとか、階層が違う場合こういうふうにタグっていってここに置くとかっていうことが簡単に行えます。ですので、カラム表示ですねはおすすめです。で、次にですね、表示、ステータスバーを表示、これにしておくとここに項目が増えます。残り965ギガ空いてますよ。残り容量が確認できるんで便利です。これはここに外付けの SSD とかハードディスクを接続していた際に、そっちを開くと、そっちの残り容量もここに表示されるようになります。次ですね、デスクトップのアイコンの大きさと並び替えですね。トラックパッドを2本で、指2本でクリックすると、マウスつないでる人はまあ右クリックになります。表示オプションを表示、こちらで並べ替えはしません。表示方法を順序をグリッドに沿う、これでランダムに置けるんじゃなくて、ちゃんときちっと、まあ、マス目の中に置いているような感覚になります。で、このアイコンサイズ、僕は普段だいたいいつも48ぐらいに
してます。でこのグリッド感覚っていうのがこのマス目の並びの狭さですね。はい、こんな感じでいつも整理してます。次にシステム環境設定を開き、この下のドック部分ですね、これ何か作業している時、あとブラウザ開いた時、この下すごいこうもったいないんですよね。映像編集ソフトとか音楽のソフトとか開いてると全開で開いておきたいんで、この下のドック、これがかなり邪魔になります。なので、ドックを設定します。まずサイズ最小にします。拡大率を最大にします。次にドックを自動的に表示非表示にチェックを入れます。これで下に潜りました。隠れる状態ですね。でマウスを持っていくと、カーソル持っていくとこんな感じで表示してくれます。あともう一つね、いつの OS からそうなったのかちょっと記憶が曖昧なんですけど、最近使ったアプリケーションをドックに、アプリを開くたびに勝手にここに、さっきもテキストエディットを開いたんでここにテキストエディットが登録されてしまうんですけど、これ邪魔なんで最近使ったアプリケーションをドックに表示をチェックを外しておきます。消えましたね。はい、次に結構 Mac を使ってる人でもその機能そのものを知らなかったり使ってない方がたまにおられるんで、そこもご紹介しておきます。トラックパッドを指3本上にスクロールします。指3本で上にスクロールです。そうするとこういう画面になります。この一番右にあるプラスを 3,4 枚追加しておきます。これ正式名称ちょっと忘れちゃったんですけど、僕はマルチデスクトップと呼んでいます。これどういうことかと言いますと、仮想デスクトップが作られている状態で、どういうふうに使うかというと、例えばウェブブラウジングしています。 Yahoo のページ、タブで Google、 こんな感じで見ていたとします。そうするとタブも切り離しちゃって、 Google のページと Yahoo のページ、これを指3本でマルチデスクトップの設定を出して移動したりできます。そうすると全画面で Yahoo のページ見ていて、タブをクリックしなくてもずらさなくても指3本横スクロールで画面を切り替えていくことができます。でこれ何が便利かっていうと、動画編集ソフトとか、例えば DAW、Pro Tools とか Logic とか Cubase とか、そういうソフトを使ってる際に送られてきた WAV ファイルとか MOV ファイルとかデスクトップに置いてたとして、それをクリックした状態で指3本でずらせばトラックに直接貼れる。それをしないとその DAW ソフトとかのメニューから読み込むとかでファイルを指定するとか、あとはこうやってよくあるこう画面をずらしてデスクトップを見てファイルを持ってくるみたいなことになるんですけど、この3本があるとそういうことをしなくても、直接、まあ、これはアイデア次第でいろんな使い方できるんですけど、とにかくデスクトップにすぐアクセスしたい時とか、いちいち隠さなくても、いちいち、しまわなくても、こんな感じでアクセスできます。指3本横です。で上下で中の組み替え、このデスクトップの順番の組み替えももう自由自在です。はい、この中のファイルの、これを1番に持っていくとか3番に持っていくとか戻すとかね、こういうことも全然可能です。はい、これ便利です。
次に、トラックパッドの設定なんですけど、これは完全に僕の好みで、このスクロールとズームの方向ナチュラル、これも昔はこうじゃなかったんですけど、いつからかこれになったんですよね、ナチュラルに。これは iPad とか iPhone とか直接自分の指でタッチする機器だと上下が逆になっていても全然操作、それが当たり前な感じなんですけど、どうもトラックパッドで作業しているとき、僕はこのナチュラルっていう方向がすごく使いにくくて、僕は外してます。こうすることで、右にやると画面が右、左にやると画面が左っていう風になります。もう一つ、タップでクリック、これ便利な機能で、トラックパッドにパッと触れたらもうクリックしたという風に認識される機能なんですけど、これはマニピュレーターみたいなことをやってる僕とかは大事故を起こす可能性があるんで絶対にオンにはしません。これはもう個人のお好みでいいと思います。あと普段使っていく中で便利なものが2つほど、Google 日本語、 Google 日本語、これこちら Mac は2021年になってもなおことえりという標準の IM インプットメソッドが未だにおバカさんなんで、文字入力の変換ですね、これを頭良くしてあげましょうということで、 Google 日本語、こちらおすすめです。ダウンロードしまして、インストールします。はい、インストールが完了しました。そうすると、システム環境設定の言語と地域、ここのキーボード環境設定開いていただくと、これが Google の日本語です。で、これをなぜかことえりが残ってるんで、これマイナスしちゃって大丈夫です。でなぜかね、純正のこの ABC、 A 数はマイナスできないんで、これはこのままで、これで日本語入力がかなり頭良くなります。確か Google 日本語はビッグデータで日本語変換の変換候補、例えばトレンドの言葉だったりを次々に自動的に辞書に登録していってくれてるみたいなんで、まあ、日々進化している日本語変換プログラムになります。これはおすすめです。もう一つですね、僕がおすすめなのがメニューメーターズ、メニュー名ぐらいまで入れれば候補に出てくるかと思います。メニューメーターズ、これダウンロードしていきます。こちらですね、インストーラータイプではなくメニューメーターズというアプリになります。なんでメニューメーターズ、こちらアプリケーションフォルダに入れておきます。ダブルクリック起動することで、一度起動するとメニューメーターズは自動的にシステム環境設定のユーザーとグループログイン項目に自動的に入ります。これは今後再起動しても自動的に立ち上がってくるアプリとして登録されてます。このソフトですね、ここ今起動している状態で、この一番上の部分ですね、はい、この部分、この部分に表示されてまして、メニューメーターの設定見てみましょうか。まず一番、左 CPU メーターですね、これ今 CPU がどれぐらいのパワーで動いてるかっていう表示を、何パーセントで動いてるかを表示してくれてます。ディスクですね、これかな、ディスクのアクセスをモニタリングできます。でこれいらなければチェック外していただければ表示が、あ、こっちですね、これが出たり消えたりします。はい、メモリー、どれぐらいのメモリーを今使ってるかっていうので、これ円、僕は円グラフによくしてるんですけど、バーグラフにしてみたり、ヒストリーグラフ、履歴が出る感じですね。これが数字で表示、どれぐらい使っててどれぐらい空いてるのかを
モニタリングすることができます。ネットワーク、これはインターネットの、上り下りですね。そんな感じになります。これなんで必要かっていうと、常にこう自分が意識して記憶してなくても、ふと目をやった時に今30度いってないなとか、なんとなく毎日見てると自分の中で平均がだいたい覚えてくるんですけど、ある日突然50度60度になってましたとか、 CPU のこのパワーが1個だけずっと 100% に張り付いたまま落ちてこないなんて時に、何かおかしいぞっていうことを壊れる前に気づける、まあ、保険みたいな感じにもなるんですね。なんで僕はこれをかなりおすすめしてます。はい、ということでざっと最初にこうしておけば便利かなというような部分を解説させていただきました。はい、いかがでしたでしょうか。普段こういう本当の初期の初期の最初に設定する初期設定って、まあ、本当に新しく Mac を買った時か、まあ、数年に1回、まあ、2年に1回ぐらい完全に初期化してデータの大掃除したりとかしてっていう時ぐらいしか動画に撮ることができなかったので、ちょうど先日 Twitter でそういうのを教えてほしいとかっていう風に書いてる人とかいたり、まあ、今後 Mac 買おうかなって思ってる人がいたりすると最初の第一歩の動画になったかなと思います。ということで今後も M1 評判いいと聞いてるんで、ガンガン使っていって今後も感想とか Twitter に書いてみたりしたいと思います。それで今日はこの辺りで、ご視聴ありがとうございました。じゃあ次回動画で、バイバイ。